どうも皆さん、こんにちは。こんにちは。ジム友のトールちゃんです。ジム友のトールちゃん。チームメンバーうちの、よろしく。お願いします。トールちゃん、どう？シシカリバンパー。強烈ですね。これ強烈だよね、結構。はい、いかつい。どう？これはやばいです。これね、だいぶ長いよね、ここ。嫌味感のように。あと何がいいって、これ。ウィンチベッドついてる。次はウインチ行くよ、これ。まあちょっと来年あたりにあのウインチつけようかと思います。いいね、病院科の子にいたしね。そびえ立っとるわ、これ。何でも長けれと思っとるで。トロちゃん何キロ？10ですか。何キロ？115キロ。ああ、ちょっとぶら下がってみて。ちょっとずれるかも。お、トロちゃん150キロ。おトロちゃんが、トロちゃんがピョンピョンしとる。やばいです、これ。ビクトルしないです。大丈夫？はい。鉄棒ですか？逆上がりしまーす。こんな感じで、この間失敗に終わったからさ、まだ動画出してないの、当然で。この間ね、ボルトが合わなくて、つかなかったんで、頑張ってつけました。あともう一個、もう一個、あれ、もう一個。ねえ。もう一個ある。またとんでもないものをつけました。はい、もう一個とんでもないものとはこれ。これ長くね。長くね。これ一足、二足、三足、四足、五足、四足。どう、これ三から四が楽なの？自動じゃないですか。一足、二がちょっと微妙だな。2足、3足、4足、どうこれ。何センチなんだろう、これ30センチぐらい。30センチぐらいですかね。どうこれ、嫌味でしょ、これ勝手にね、これ走っとってうーんうーんとかなるからね。段差でうーんうーんとか言ってギアが勝手に抜けるの。これちょっと問題だね。ちょっと問題ですね。違う、多分ね、斜めのシフトがいかんのよ、これ。ああ、まっすぐのシフト多分ならないと思う。しかもやりにくいの、なんのって、これ4速でこうやって肘を置けるとかって。どう、おしゃれな肘置きです。デコトラかってね、ちゃんと緑にしたんだよ、これ。おしゃれでしょ。太くて太けりゃ偉いと思ったんで。太くて長いのはね、結構いいからね。喜ばれますよ。来年からジムニューシリーズ、トールちゃんが参戦するんで、よろしくです。いっぱい行こうね。いいね、11と22。なんか俺が古いみたいじゃん。兄弟です。兄弟だね、これいい感じじゃない。じゃあ皆さん、こんな感じでししがりバンパーもつけて、シフトも無駄に長くして、次ウインチ行きますか。ウインチ行くしかない。ウインチ行ってから次はデフ入れる。どう？でも俺ね、デフいらないんだよな。そう、なんかほら、当たり前のね、走れちゃいそうじゃん。なんか苦戦したいもん、ちょっと。こう、ハマったーとかやったら動画の手になるじゃん。むしろハマりたい、俺。ハマって身動き取れなくなったら、ジャフとかさ、なんかレッカーとか呼んでさ、どんな対応するのか撮りたい動画で。カニクレーンとかが来てさ、救助するとこちょっとアップしたいもん。それは見たことないね。え、だってさ、どんな風なんだろう、カニクレーンが来てさ、なんか、すごくない？ちょっと経費高つくけど。ちょっとやばいです。そんな感じなので、皆さん、トールちゃんも仲間入りしたので、よろしくお願いします。お願いします。他にもね、高政ちゃんとかオレンジの S30 の子とかもいるんで、みんなで撮影しますので、皆さんぜひまた見てください。バイバーイ。バイバイ。いつも MZTV ご視聴皆様本当にありがとうございます。まあ知ってる方は知ってると思うんですけども、トップページから見やすくするようにシリーズ分けしております。はい、でこちらの上から、まあ、DIY シリーズですね。 DIY ってのは、まあ、みんながやりそうな感じの、よくありきたりな感じのものもやっていくので、まあ、参考になればなと思います。こちらは皆さんの愛車をぜひどんどん見せてください。応募してください。で、はい、こちら PV シリーズ、こちらもやっぱ PV シリーズもやっぱ視聴者さんの車使ってやりたいと思います。どうせだったらね、応募してくれた人に PV 作って、で YouTube アップして DVD プレゼント、そんな形でやりたいと思っております。で、こちらの、はい、次下、カー用品レビュー。
あのちょっと気になる買い用品とか、これどうなんだろうと思う買い用品、どうせ使うんだったらレビューしていきたいと思います。でそれから下にもあるんですけども、ツイキャスや、ツイッターもやっておりますので、フォローサポートお願いいたします。はい、それからこちら M's Movie です。知ってる方は知ってると思うんですけど、M's Movie は、まあ、車と関係ない、今のこの M's TV と全然関係ないことやってますので、まあ、日頃のくだらないことばっかアップしてるんですけど、よかったら見てください。まあ、どっちかというとあの M's TV の最初の頃の動画に近いものがちょっとあると思うので、よかったら見てください。はい、チャンネル登録してない方もこれからどんどんチャンネル登録してください。してる方はこれからずっと見てください。はい、ということなので皆さん、ご視聴ありがとうございました。